おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは緑、ラッキーナンバー9です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。星の正位置が出ました。明るい未来につながる。頭上に希望の星が輝いていることを表します。理想や目標に向かって、正しい道を歩んでいることの証と言えるでしょう。また清らかな水は惜しみない愛と共に浄化を意味します。これを引いた時は心も体もとても良いコンディションであると言えるでしょう。幾多の試練の中で諦めそうになったり、投げ出しかけていた夢や目標があるのなら、もう一度チャレンジする機会が訪れるでしょう。歩みを止めない限り、無限の可能性の扉はあなた様のために開かれ、迷うことなくゴールにたどり着くように、道を照らし続けているのです。たゆまず努力してきた自分自身を信じてください。幸福に背を向けて、もう二度と入らないなどと、落胆する必要はありません。星の正位置の意味は希望を見出す、心に書いていたことが実現する兆し、魂の輝き、未来に向けての一歩を踏み出す、自分の可能性に欠ける、周囲を照らす希望となる、インスピレーション。2枚目めくっていきます。ペンタクルの2の正位置が出ました。状況を把握し正しい行動を起こす。目の前のことに対して、臨機応変に取り組めています。良い流れで物事が順調に進み始めていることを表しています。安定した暮らしや、余暇を楽しむことに焦点が当たっています。もっと自分の能力を活かしたいという願望があっても、具体的にどうしたらいいのか、策を講じるまでには、至っていないのかもしれません。自発的に行動を起こすよりも、何か大きな流れの中で、できたらレールの上は知る方が気楽だと考えていることも、変化を求めながら、現状に留まった方が安全策だと、心の片隅で感じている場合もあるでしょう。ペンタクルの2の正位置の意味は資産を運用する、物事を取りまとめる、やりくり上手、管理能力、適材適所、堅実な取り組み、変化、変容、コントロールする、自己管理。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。